ウワスト光は西日本旅客鉄道が1988年から2000年まで山陽新幹線で運行していた光の一種の車両列車愛称山陽新幹線が1987年4月1日に日本国有鉄道から JR 西日本に継承された時点での山陽新幹線の列車は 小玉と臨時列車や東京駅発着が不可能な早朝、深夜の光を除いては、基本的に東海道新幹線の16両編成、光の末端を延長したもののみだった。その中には新大阪駅博多駅間が各駅停車で途中で速達タイプの光に抜かれる光もあった。東海道新幹線に比べ、 旅客需要の小さい山陽新幹線を運営する JR 西日本は最も売り上げの見込まれる京阪神北九州市、福岡市間において両地点とも比較的空港へのアクセスが良いことから航空会社との競合が激しかった。それに対抗すべく JR 西日本が所有する例、K を改良してウエスト光としてデビューさせた。 戦闘車両従来の 0K と異なり、100K に似せたコ持ちライン入りのカラーリングとなった。当初、ジーロは 0K オリジナルのアイボリーホワイトだったが、1990年10月から、順次 100K と同じパールホワイトに変更された。客用乗降ドアの横には、ウエスト光を表す W の文字をかたどったマーキングが貼り付けられた。国鉄分割民営化の際、 1 0 0系はすべて、東海旅客鉄道に継承されたため、0系の中から、状態の良い車両に延命工事と内装の更新を行った車両を、ウエスト光用として使用した。当初この運用に当たっていた編成は、従来の小玉6両 R 編成と区別された6両 WR 編成と、命名された編成4本で、1988年3月13日の、 ダイヤ改正から航空機が運航されていない早朝、深夜帯の4往復のウエスト光運用に充当された。運航開始前の1987年12月10日に新大阪駅で展示され、同月15日からは暫定的に小玉で運用されていた。WR 編成は普通車のみで座席を2列プラス2列の横4列シートを採用した。 ウエストヒカリは好評のため、1988年5月の大型連休時には、グリーン車2両を増結した8両編成で運行した。続いて、夏を前にして、グリーン車込みの12両編成の蘇生に入った。シネマカーは、従来の、ヒカリ運用の SK 編成だったが、1988年夏に、ウエストヒカリに格上げとなった。運行上では、 ウエストヒカリ12両編成は SK 編成と呼称されていたが、ビュッフェ車、グリーン車を組み込んだ編成は WK 編成、ビュッフェ車、グリーン車に加えて、シネマカーを組み込んだ編成は WKV 編成と呼称されることもあった。1999年11月からは一部車両で車内放送などを原則省略したサイレントカーを試験導入した。 これは、後の、光レールスターで、本格的に導入された。座席普通車は、座席を2列プラス2列の横4列シートに交換した。奇数車両と、偶数車両で、座席モケットの色を変更した、回転可能のものに交換した。車体は1000.2000番台を改造した5000.7000番台で、座席の前後間隔を 980mm に、 統一した一部の編成では、外側の肘掛けを大型化して、テーブルを内蔵していたものもあった。12両編成開以降は、グリーン車とシネマカーが連結された。シネマカーには、大窓の0番台を改造した3000番台が、グリーン車には従来と同じく1000.2000番台の車体が使用された。 グリーン車の座席は 100KGV 編成と同等のものが使用された。カフェウエストカフェウエストカフェウエストウエスト光化に伴い、ビュフェ室を改造し椅子とテーブルを設置するなどの工事を施し、カフェウエストの名の食堂車として営業された。車両番号も5000、7000番台から5300、7300番台に改版された。1編成ごとに、 内装の色や椅子の形状が違っていた。ビュッフェには JR 系外の業者として丸玉給食が参入し、食事として主にカレーライスが提供されていた。シネマカーシネマカーは定員38名の映写室とコンセントを備えたビジネスルーム3室、そして客室で構成された。1988年に山陽新幹線区間で主に 光に使用される SK 編成5本のうち SK17SK19 編成の2本に組み込まれ同年4月1日から光ビデオカーとして営業運転に使用された1989年までに WR 編成の車両と組み合わせることによってウエスト光用に改造された映画館をイメージした本格的なビデオ室をコンセプトに 客室部分を壁で仕切り、ビデオルームは、食堂車と同じように窓側に通路を設けた。車高カーテンを取り付け、50インチスクリーンに、専用プロジェクター、スピーカーを使用した本格的なものであった。新幹線名画劇場と見え打って映画が上映され、上映中は極力車内放送を控えて、緊急放送のみとし、電光掲示板にて情報を流すようにした。 設置当初は、整理券600円を徴収していたが、1989年12月以降は、無料となり、シネマカーと改名した。しかし、乗車時間などの関係などから、人気は振るわず、1994年3月、一杯で上映を中止、普通車に置き換えられた。これにより、同年12月以降の、ウエストヒカリは WK 編成6本のみとなった。 無料化後は、車内が暗いことから、車内で寝るという目的で使うものまでいたという。R23 編成と連結運転 R51、編成だけは6両編成のまま残された。これは、R23 編成との連結機を唯一備えていたからである。R23 編成と連結した12両での運転は、 1988年12月28日から1989年1月9日に、光51.56号で初めて実施され、以後、夏冬の滝白時に実施された。R51 編成が指定席、R23 編成が自由席とされた。この R51 は、上記のシネマカー、普通車を機換え時期に、ウエスト光から撤退し、 内装を改造と車番の復帰を行った上で、R に編成として、小玉運用についた。新幹線同士を並結しての営業運転は、これが初であったが、運行システム上の都合により、1991年以降は、運転されていない。その後山形新幹線の開業により、定期列車における、新幹線同士の並結運転が開始され、今日では、 JR 東日本の新幹線系統では日常の光景となったが東海道山陽系列ではこれが唯一である。編成数のスイグリーン車については改版されなかった。R51 編成は運用離脱後、シネマカーの廃止で SK19 編成に組み込まれた5号車の25から7001以外の5両は車内を従来仕様に復元され、 1995年5月11日付で元番号に復帰した。山陽新幹線内で完結するすべての定期光及び臨時扱いだが毎日運転する光として運転された。12両編成で運転される光であったため16両編成で運転される他の光と容易に区別することができた。光5 1 5 6号は R23R51 編成連結の12両編成で運転する日がある。4月1日からはビデオカーを組み込んだ12両 SK 編成を使用した光も2往復で運転を開始した。後にウエスト光用に改造された。12両編成で運転される列車の登場。12両編成で運転される列車の一部にシネマカーが組み込まれた。 ついたち9往復運転に増加。ついたち10往復運転に増加。全列車が新神戸駅に停車する。光350号は、普通車全席自由席である。また、光352号、光357号は6.7号車を、通年指定席とする。老朽化した0系の代替及び、ウエスト光のさらなるサービス向上を狙い。 2000年3月11日のダイヤ改正から700系へ、光レールスターが登場した。改正時点では700系車両が揃っていなかったため、一部の列車が残されていたが、所定の本数が揃った4月21日に全車運用を離脱し、12年の歴史に幕を閉じた。ウエスト光用の SK 編成のうち4本は編成解除され、 残った2本はしばらく波動運用に使用されたが、残る2編成も2000年夏に編成を解除された。しかし、ウエスト光として使用するために延命工事を施してあったために、状態の良い車両が多かったことや、2プラス2シートといったように接客設備が優れていたため、小玉用6両 WR 編成に組み替えられた。この WR 編成には、 グリーン車が連結されなかったため、この編成会場をもって0系のグリーン車と定期、光運用が消滅した。普通車の座席は 100K、P1P5 編成にも転用されている。ウエスト光のロゴは6両 WR 編成組み替え後も残っていたが、フレッシュグリーンへの塗色変更の際に撤去された。当初、 R61、R66 編成の3号車は、ウエスト光のビュッフェ車をそのまま連結していたが、定員数の増加のために後に車半準備室、バリアフリー設備設置の普通中間車に置き換えられた。しかし、それの数が限られていたことから、R62、R65 編成の2編成には、ビュッフェ車が連結されたままとなった。 R65 編成は2006年4月6日に、R62 編成は2008年3月14日に、運用を離脱した。R62 編成に連結されていた37から7300には、新幹線最後のビュッフェ車だった。この時に蘇生された、WR 編成は2008年の例計、営業運転終了まで在籍した。ありがとうございます。